こんにちは、リリナナです。新しい糸を買って、ちょっと編み物をしてるので、ついでに動画を撮っちゃおうかなという安易な考えで動画を撮っちゃってます。で、この糸はダイソーさんのモコカフェという糸、これのグレーですね。色番が M5 セサミミルクっていうやつを買いました。で、すごくふわふわしててもう気持ちいい。で、毛もそんなに抜けないし、あ、いいじゃんと思って買ったんですけども、残念な点が一つあって、匂いがきつい。毛糸を選んでる時にもう匂いなんて全然気にしてなかったんですけど、こう編んでて、あれ、なんかと思って、で、毛糸の匂いを嗅いだら、ちょっとなんていうの、石油臭いというか、うん、そういう感じの匂いがします。で、手にもちょっと匂いが残っちゃう感じなので、首周りに、私はスヌードを編んでるんですけど、スヌードにして首周りに使うものだから匂いがきついと嫌だなと思って、うん、編み終わったらちょっと伝票ししてみようかなとか、あと、これは手洗い OK なので、手洗い OK の糸なので、匂いが取れなければお洗濯をしようかなとか考えてます。だけど、こうせっかくふわふわしてるのにお洗濯をしたら、そのペチャってなっちゃいそうとか、うん、ちょっと悩んでるところです。この匂いはどうにかならないかなと思って、で、使ってて洋服に匂いがつくのも嫌だし、きっと寒い時に使うからコートとかの上に使うと思うんですけども、コートに匂いがついちゃうのも嫌だしなとか、うん、ちょっと考えてます。で、あと、毛足が長い糸って皆さんかぎ針で編めますか？私はすっごい苦手で、もう全然目が分かんない、頭の部分がどこなのかが全然分かんないから、今中長編みでひたすら編んでるんですけど、こうもう指で穴を探して、穴の部分に中長編みを入れていくって感じで編んでます。で、ふわふわしてるから、毛足が長いから、もう編み目は全然目立たないからいいかなと思って適当に編んじゃってるんですけど、本当はこれは23目スタート、23目の鎖編みをして編んできたんですけど、今25目あるという、なんか目が増えちゃった、どっかで。だけど、うん、模様編みじゃないし、こうルーズな感じでぐじゃっと使いたいから、まあいいかで編み進めてます。で、指定のかぎ針は10号なんですけど、10号で編んだら多分見えないんじゃないかなと思って、私は毛足が長いものを編める方だったらいいかもしれないんですけど、私はもう編める自信がないので、ジャンボかぎ針の10ミリ
ふんわりスヌードを使ったと作った時に買ったもの、それでもうザクザク編んでます。で、毛足の長い糸で編みぐるみとか作ってる方とかよく見かけるんですけども、すごいなって本当に思う。皆さん、毛足の長いものでかぎ針できますか？棒針だったら編めるんですけど、まあ、棒針下手くそだからあれなんですけど、かぎ針って難しいですよね。この毛足が長いものでかぎ針どうやって編んでんのかなっていつも本当に不思議に思う。小さな編みぐるみとかをふわふわした糸で編んでる方とかすごいなと思って、あれ勘なのかなとか、ちゃんと目を見て拾ってるのかなとか、うん、不思議です。で、私は、スヌードが大好きで、冬になるとマフラーは全然使わないんですけど、スヌードばっかり使っています。なんかね、ピシッとした服をいつも着てないので、もう何、夏場はジーパンに T シャツみたいな、もうなんかスカートを履く時もあるんですけど、長いスカートだったりとか、もう短いのは年も年だから履けないんですけど、そのルーズな感じが好き。もう夏場なんかひどいもんで、ダメージのジーンズに常に B さんみたいな全然シャレっ気がないというか、何、女子っていう感じじゃないみたいな格好をしてるんですけど、冬ももう、うん、常にパンツ姿だし、で上はニットとかで、もうピシッとしてない、ダランって感じだから、だからこういうルーズな感じが好きなのかもしれない。で、なるべく二重でボリュームを出したいので、ボリューム出るとちょっと小顔効果になりませんか？ちょっと気になるお年頃なので、ボリュームを首元に出して小顔効果をついでに狙うみたいな、まあどうでもいいんですけど、でとりあえず私はスヌードが好きで、もうその時の気分とか、あとは洋服に、コートの色とか洋服に合わせて色を変えたりしてます。普段コートとかもう黒だったりとかグレーとか茶色とかそういう明るい色を着ないので、スヌードで、赤っぽいのをつけたりとか、あとマスタードっぽい色をつけたりとか、あとは緑って言っても深緑みたいな、首元でちょっと色遊びをするっていう感じで使っています。で、毎日何かしら作っているので、ちょっと動画に、せっかく編んでるんだったら動画にしちゃおうかなと思って、結構編み物って一人で黙々と編んでることが多いと思うんですけど、なんか BGM じゃないけど編み物のお供になれるようなものも発信できたらなと思って、ちょっと今日は一緒に編み物をしてるような感じで撮ってみました。
いつも編み物をしてる時って何してますか？いろいろ考えながら、目数を数えながらとかの時は結構真剣に、もうひたすらシーンとしてる中編み物を黙々とやってたりするんですけど、で前は結構 YouTube、 編み物をしてる方の YouTube とかを聞きながら、その作品を作るんじゃなくて、なんか一緒に編み物をしてる感じとか、あとはライブをやってる方とかの、長い動画を見ながら、ライブは終わってるんだけど、その残ってるやつを聞きながら編み物をしたりとか結構していました。もう最近のお気に入りじゃないな、月曜日はだいたい必ず編み物をしながら、日曜日にやっていたまるちゃんとサザエさんをなぜかかけちゃう。なんか必ず撮ってるんですけど、もう予約をずっとしてやってそのまんまって感じなんですけど、なんかね、月曜日はまるちゃんとサザエさんを見てるわけじゃなくて聞いてる。なんかね、アニメがたまに急に見たいって思うと聞くんですよね。頭に入ってはいないんですけど、なんか欠けてるって感じで、黙々と編み物をしてて、ちょっと最近右手首を痛めてしまって、すっごい痛いってわけじゃないんですけど、なんかちょっと違和感とか、ちょっと動かすとちょっと痛いなみたいな感じです。硬い糸とかだと、ちょっと悪化しそうなので、ちょっと今はこうダラダラとふんわり編めるものを編んでる感じです。で、皆さんもインスタの方でも、なんかちょっと右手が痛いんだっていうのをつぶやいたら、なんか私もって言ってる方もいたので、気をつけながら、寒くなってきたから余計なのかな、あんまり無理せず休み休み編んでいきましょう。で、この間ベーシックコットンがセールになってて、で送料無料になるまで買ったんですけども、ベーシックコットンって5玉セットなんですよね。1玉ずつ買えない。なので5玉セットを10セット買って、でこの間届いたんですけど、なんかちょっとやっぱり手首が痛いから、あーベーシックコットンせっかく届いたのに使えないみたいな。でも毛糸ってこう大量にあるのを眺めてるだけで楽しくないですか？編み物をやらない方には全くきっと理解できないだろうなって思うんだけど、毛糸だったり糸がもう大量にお家にあるのを見るのがなんか可愛いみたいな、なんか幸せみたいなって思ってしまいます。在庫ばっかりがどんどん増えていく、作品にしなくちゃって思うんですけどね。で、中途半端に編んでるものも結構溜まってっちゃったりとかっていうか、メランジが、ダイソーさんのメランジが今こっちでも全然手に入らなくて売ってないじゃないですか。売ってるところも、あるみたいなんですけども、で私メランジで大物を作ってて、それが中途半端なのが2つあって、
一つは、膝掛けみたいな大きいものを編んでいて、それも中途半端な大きさで終わってる。糸が買えないから、ちょっとどうしようかなって思ってて、あともう一つはあのマーガレット、マーガとなんて言うんだろうな、こういう長いものをこう合わせて、私はちょっとこう合わせたんですけど、ここを縫ってここから手を出すみたいな、反対側のカーディガンみたいな、でそれを編んでるんですけど、それもそれはグレーで編んでて、その糸も手に入らないから、中途半端なまま終わってるみたいな。もうすごい長いんですよ。縦がどのくらいだろう、1メートルくらいあるのかな、首からこうお尻が全然隠れるぐらいまで、膝後ろぐらいまで来るぐらいの長さに編んでるんですけど、なんだかもうちょっと嫌になっちゃって、ほどいちゃおうかなって思ってます。なんか結構こう編んだらほどかないで、もうもったいないからそのまま編み進めるっていう方もいると思うんですけど、私結構ほどきたい病みたいな、すっごい長いの編んだのに急にあやっぱやめたってほどきたくなる時があって、それ私だけない。普通はここまで編んだんだからもうこれで終わりにしようとか、糸がなかったらいいやこの長さでってなるのかもしれないんだけど、私はなんか急にプツッと糸が切れたように、あもうやめたみたいな、違うもの作ろうこの糸でって感じで、もうひたすらほどくっていうのが結構あります。去年もあったなんかそういう時が急に来るんですよね。もうこの何日も何日もかけて編んだものが何だったのっていう感じなので、こうスヌードとかもこう編んでて、もう糸が例えばなくなって、で買いに行ってももうないとか廃盤になったってなってたとしたら、例えばこれ1メートルぐらい編んだとしても、あーもうほどこうってなっちゃう、急に突発的に。ちょっと変わってるのかもしれないって感じで、今はちょっと手首が痛いので、このジャンボかぎ針でザクザク編んでます。だんだん寒くなるともう編み物をしたいって感じなので、なかなか休憩ができない、編み物を今日一日やらないっていうのがもう最近は全然なくて、朝も急いで家事を終わらせて、でそれからもうずっと編み物、子供が帰ってくるまで何時間やってんのって感じなんですけど、でも手も痛くなりますよね。で今日はグダグダと喋りながら編んでいましたが、これは23目スタート、鎖編み23目スタートでひたすら中長編みで編んで、最後つなげてスヌードを作ろうと思っています。でもこの長さ何センチ、これこの長さで2玉だから見えないか、
かんないか。この長さで2玉だから4玉じゃ絶対間に合わなそうって感じ。どうかな、4玉で二重にするのはきついかな。で23目スタートだけど今は25目になってるっていう、適当に編んでます。でもしモコカフェを使う方とか買ってみようかなとかいう方がいたら、まず購入する前に店頭でちょっとクンクン匂いを嗅いでみた方がいいと思います。で、あ、ちょっと私無理だわこの匂いって思ったらやめた方がいいと思うし、もしスヌードを作るんだったらもう嫌な匂いが顔の周りにしてるのは苦痛だと思うから、なのでちょっと匂いを確かめてからのご購入をおすすめします。で編むんだったら棒針かかなりの太い糸じゃなくてかぎ針でザクザク編む。で目が分かんないじゃなくて、私も分かんないのでこう指で穴の開いてるところにひたすら入れていくみたいな感じで私は編んでいます。もし作る方がいれば参考になればなと思うので、よかったら、よくないか、匂いを確認してみてください。では今日はこの辺で、グダグダとした動画にお付き合いいただきありがとうございました。リリナナでした。